日本代表、強いのに全く人気がない理由。堂安が本田を意識してメディア受けなんかも考えてそうやけど、まあ人気でんな。鎌田久保派そういうの興味ないって言ってるし。本田派なんであんなキャラ立ってたんやろ。金髪でわかりやすい見た目なのがまず大きいやろな。久保派見た目から全然目立たん。久保派向こうで人気者だぞ。メディア性の受け答えにジョーク混ぜたり笑い取ってる。そう考えると強さってあまり重要じゃないよな。見た目やカリスマの方が大事。今の代表にそれがあるやつはいない。カリスマ性ってメディアが作るもんでもあるやろ。メディアが作ろうと思えるだけの価値を感じてもらわないといかんやろ。メディアがそもそも金持ってないんや。今は